ケンシロウさん、ご苦労様です。ジャグレから頼まれて状況報告をしに来てくださったそうですね。ああ。外の様子はどうなっていますか？いつもならもうジャグレが凶王軍を追い返している頃だと思うのですが。まだ衛兵隊たちが戦っている。城門は破れ、敵が門からなだれ込んできている。何ですって、あの屈強な壁が。今はジャグレが城門前で凶王軍を食い止めているはずだ。そんな、門が突破された以上住民にもきっと被害が。わかりました。ケンシロウさん、あなたもすぐ避難してください。この町とは無関係のあなたを巻き込むわけにはいきません。お前はどうする気だ？町の子供たちを安全な場所に避難させます。どんなことがあっても小さな命は守らなければなりません。たとえこの身を挺してでも子供たちだけは。俺も一つ役に立たせてもらおう。ケンシロウさん、これも乗りかかった船だ。Oh!
じゃ手が出せねえ。このジジイの首をへし折るよ。早くその銃捨てなってねえ。おいじいさん待ってろよ。必ず助けてやっからな。わしのことはいい。それよりどうかこの町を守ってくだされ。何しやがるこのクソ野郎。クソ野郎とは失礼だね。僕は京王軍ナンバーツーのタルーガ。君たちの新しい支配者の一人となる男さ。口の聞き方には気をつけなよ。支配者だと？貴様らのような奴に誰が。今までの襲撃を退けたからって僕たちを舐めてもらっては困る。残念だがこれまでのお遊びはもう終わりだ。今日こそこの町もろとも京軍がいただくよ。やめろ。そのじいさんはただの住人だ。だから言ってるじゃない。このおじいさん助けたいならその銃捨てなってさ。さあどうする。次は首だよ。分かった。かっこいい。さすが正義の味方、エデンの衛兵隊長様だね。さあ約束は守った。じいさんを解放しろ。いいよ。じいさん大丈夫か。衛兵隊長じゃ。ありがとう。ごめんごめん、頭に穴開けるつもりだったのに外れちゃった。怪我してるとはいえちょっと動きが遅すぎるんじゃない。衛兵隊長さん。悪ふざけもほどほどにしろ。誰だあんたは。この町で人探しをしているもんだ。ケンシロウ。人探し。少しは骨のありそうなのがいるじゃないか。やめておけ。ああ。これ以上お前らと戦う気はない。え？何言ってんの！僕たちに盾ついた以上、君の死刑は確定なんだよ。今さら許してくれと言っても、もう手遅れだね。よく喋るゴミだ。なんだと？ここは町の入り口だ。これ以上生ゴミで散らかしたくはない。面白い。ではこの人数を相手にどこまでやれるか見せてもらおうじゃないか。行けよお前ら。やつを八つ裂きにしろ。うわ！
流星。何しやがる。おいおい、ビビってるのか。百裂剣。お前はもう死んでる。岩山両山派。残骸剣。三秒後貴様は死ぬ。なるほどね。面白い剣を使うじゃない。なんていう剣なの？北斗神拳。知らないな。ならばとくと味わってから死ね。死ぬのはお前だよ。自分がどれだけ運のない人間か思い知るがいい。僕の強さを見せてあげるよ。
お前だったようだな。な、だと？貴様は最初からジョーカーを引いていた。ジャグル、しっかりして。ジャグル、急いで診療所に運びましょう。あそこなら治療が施せます。わかった。
李白先生、ジャグレの容体は？このような症状は初めてです。肉体のどこかを損傷したわけでもなく、五臓にも異常はない。これは一体？おそらくは京王の技が原因だろう。京王が使った技？何かの憲法の技なのですか？おそらく。そしてこの剣は目立った外傷もなく、人を破壊する。似ている。北斗神拳に。だがジャグレに飛行を突かれた形跡はない。これは北斗神拳とはまるで違う異質の剣だ。それでは何が原因でジャグレはここまで？おそらくは心。凶王の放った謎の剣は精神に深い損傷を与える剣のようです。このままではいずれ精神が崩壊し、廃人か狂人となるでしょう。助ける手段は？残念ながら私では手の施しようがありません。そんな。ではジャグレがこのまま壊れていくのを黙って見てるしかないのですか？他に直す手立ては？もしかしたらあの噂の剣士なら直せるかもしれません。噂の剣士？あらゆる傷を癒せるという剣士の噂です。何でもその男が触れさえすればどんな病も治せるそうです。現に彼が治療を行った村では多くの病人が病を克服し、奇跡の村と呼ばれています。その男の名は時。何？まさか時兄さん生きていたのか？ご存知なのですか？時は俺の兄弟子だった男。本来なら俺ではなく時が北斗神拳の伝承者になるはずだった。技の切れ、流れ、速さ、審議体、どれをとっても非の打ち所のない拳法家だった。だがあの最終戦争で時は核で汚染された灰、死の灰を浴びてしまった。時が体を張って俺とユリアを死の灰から守ってくれたんだ。時は生きてはいたが不治の病にかかり、伝承者への道を断念した。今俺がこうして無事でいられるのも、伝承者になれたのも、全て時の兄さんのおかげだ。そんなことが？時は残りわずかな命と北斗神拳を病に苦しむ人々の治療に役立てると言い残し、行方知れずになっていたのだが。確かにその方ならジャグレを救ってくださるかもしれませんね。しかし今はとある監獄に監禁されているそうです。何？なぜ時は閉じ込められている？理由は分かりません。彼が村で治療をしているところを突如何者かに襲われ、そのまま捕らわれたそうです。ならばその監獄の場所さえ分かれば時を解放できるはずだ。それは容易ではございませんぞ。どういうことだ？その男は今あのカサンドラに収容されているのです。何ですって？カサンドラ？カサンドラとは？一度収容されたが最後、二度と生きて出ることができない死の監獄と聞いています。そしてそのカサンドラを統治するのが獄長ウイグル。奴を倒さない限り時に会うことは不可能でしょう。ならば俺がジャグレを時の元まで連れて行こう。
ジャグラのためにカサンドラに挑むというのですね。ああ、わかりました。すべてはケンシロウさんに託します。私はエデンの統治者として今この町を離れるわけにはいきません。わかっている。ジャグレをどうかお願いします。そしてあなたが無事に戻ってきてくれたら今まで話せなかった真実を話します。真実？ユリア様のことです。ユリアのことだと何か知っているのか？彼女が今どこで何をしているのか、私の知っている全てをお話します。あなたが本当にジャグレを助けてくれるのなら、私はあなたを信じます。それでもいいですか？ならば私も同行いたしましょう。微力ながらカサンドラまでの道中、患者の容体は私が見ますので。頼む。そうとなればまず車が必要になりますね。距離もありますし、ジャグレを抱えての移動には無理があります。しかし車は凶王軍の襲撃で全て壊されてしまいました。まずは車を修理する必要があります。わかった、俺も協力しよう。お前はバット？やっぱり剣だ。探したぜ。バット、なぜここにいる？剣とサザンクロスの手前で別れてからいろいろあったんだよ。車は壊れるし、奴隷商人に捕まって売り飛ばされそうになるし、その奴隷商人どもは凶王軍とかいう連中にぶっ殺されるし。凶王軍だと？ああ、そうさ、俺も凶王軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。本当に危なかったんだぜ。で、凶王軍の後をこっそりついていったらこの町にたどり着いて、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。町の情報を集めてたらケンシロウって名前が出てきてびっくりさ。そうか。ケンこそなんでこの町にいるんだよ。ケン、だんまりはなしだぜ。俺にできることがあったら協力するよ。なぜ俺に協力したがる？そりゃさ、ケンの強さがあればなんかお得なことがありそうだし、俺は剣より交渉とかはうまいと思ってる。町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで、前みたいに頼むよ。この町にユリアさんがいるかもしれなくて、今はエデンの衛兵隊長を救うために車を修理しようとしてるか。やっぱり俺の出番だな。このバット様に任せとけ。バット、何をする気だ？車を作るんだよ。この町なら車を修理するよりも作った方が手っ取り早いぜ。作れるのか？ああ、正確には組み立てるって意味だけどな。俺が自分の車を手に入れようとして集めた情報なんだけどさ、この町には車のパーツを売ってる場所がたくさんあるんだ。そのパーツを集めれば車の1台や2台は簡単に組み立てられると思うんだよ。それに誰かの車を修理しても後で返さなきゃいけないだろ。この先自分の車があった方が便利だと思うぜ。そうだね。そうと決まれば早速行動だ。ケン、あっちの方にパーツを売ってる店があるぜ。
Come here.
と残骸剣。三秒後貴様は死ぬ。ほうだ、
お。おい。なんだって？はい。今殺してやげるぜ。そこか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
の。お。いや。なんだって？あ？よ。No. Oh!
またの発見。お？なんだって？ああ？
法。
剣。3秒後貴様は死ぬ。無駄なあがきはやめろ。北斗骸骨剣。百裂剣。お前はもう死んだ。北斗残骸剣。三秒後に貴様は死ぬ。残骸剣。三秒後に貴様は死ぬ。ジャグレの容体は？エデンを出発してからまた心拍数が上がっています。この様子だとあまり時間もないでしょう。そうか。これがカサンドラ。ここにトキがいるのか。俺が先に行く。お前たちはここで待ってろ。わかりました。どうかお気をつけて。トキという男がここにいると聞いた。会わせてくれ。合わせられるわけねえだろ。お前ここがどこだか分かってんのか。このカサンドラには面会も釈放も存在しねえ。あるのは永久に続く牢獄生活と死刑のみ。もう一度言う。時に合わせろ。てめえしつこいぞ。まあ何にせよお前はトキとは会えねえ。どういうことだ。トキって男を訪ねてくるやつはその場で殺せって命令なんだよ。トキに会いてえなら死んであの世で会うことだな。ならば力ずくで通してもらおうか。人敵。死ね。
ここに来たかは知らぬが、我々に盾ついた以上生きて帰れると思うなよ。俺は中にいる男に会いに来ただけだ。通してくれ。バカめ、通すわけがなかろう。ここは誰一人として生きては出られぬ完全無欠の監獄。それがカサンドラ伝説、このウイグル様の伝説だ。お前の屍もまた俺の伝説の一部となるだろう。どうしてもここを通してはくれんようだな。このウイグルを恐れぬか。恐怖を知らぬ者に恐怖を教えてやるのが俺の楽しみ。行け、お前たち。カサンドラに挑んできた者は誰であろうと皆殺しだ。俺が来たからには覚悟。私が相手をします。ふっ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 飛行優先無駄だ。死ぬ。ふっふっふっなんだなんだ。見てこれだもん。ふっふっふっフッフッフッ残骸剣三秒後貴様は死ぬ。フッフッフッお前は風に乗り継ぐ。優先体か。フッ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 
人敵。やるではないか。この不落のカサンドラに挑むだけのことはある。よかろう。中に進むがいい。貴様にはそれなりの死に場所を用意してやろう。見るがいい。周囲にある墓場を。ここはお前と同様、私に挑んできた奴らの墓場。そして今から貴様もその墓場の仲間に加えてやろう。あの世で己の無謀さを悔やむがいい。俺に無謀という言葉はない。それはまだ。貴様が恐怖というものを味わったことがないからだ。だがここで貴様は生まれて初めて恐怖というものを知ることになる。最後に貴様の名前を聞いておこう。墓標に名前は必要だからな。ケンシロウ。何？ケンシロウだと？あの北斗神拳の。ではまさかお前がここに来た目的は。時に会いに来た。何？時だと？許さん。貴様と時だけは会わせてはならんとあのお方の命令を受けている。これ以上は通さんぞ。
謀なる勇気は褒めてやる。かかってこい。剣士郎、トキ、兄さん。待っていたぞ。痩せたな、トキ。だがまだ生きている。トキ、実は治してもらいたい男がいる。ある謎の憲法を受け苦しんでいる。謎の憲法。今そいつを連れてきている。時ならばその男を治すことができるかもしれない。力を貸してくれ。他でもないお前の頼みだ。よかろう。その男のもとへ案内しろ。おお、なんと
これでもう大丈夫だ。飛行をついてこの男の精神崩壊は止められただろう。トキ、今日の使った拳法の正体を知っているのではないか。ああ、この剣の名は名と騎影剣。名と騎影剣。騎影剣とは北斗神拳と同様、人間を内部から破壊する種のものだ。しかしこの剣は肉体ではなく精神を壊す暗殺剣。おそらく闘気を込めた剣を相手の頭部に叩き込む技なのだろう。もうこの剣の使い手は途絶えたと聞いていたが、その凶王とは何者だ。それはまだ分かりませぬ。だがこれでこの男は助かるんだな。ああ、もう心配ない。じきに目も覚ますことだろう。確かに表情が楽になっております。これでエデンに戻れますな。ああ、トキ大丈夫か。すでに死は覚悟しているに心配は不要だ。エデンという町なら安全だ。水やガソリンも豊富にある。俺たちと一緒に来ないか。ケン、悪いがそれはできぬ。私はこのカサンドラに残るつもりだ。なぜ。剣王がいるからだ。やはり剣王。知っているのか、リアク。剣王とは世紀末覇者を名乗る恐怖の支配者。このカサンドラも奴に逆らった者を処刑するために作られた監獄の町。ウィグルすらこの監獄の番人に過ぎない。そう。そして剣王は私とケンシロウが出会うことを何よりも恐れていた。なぜ剣王は俺たちが出会うことを恐れる。それは剣王が私たち北斗四兄弟の長兄ラオウだからだ。ラオウ、あの男も生きているのか。うん、長兄ラオウ、次兄トキ、三兄ジャギ、そして末弟のケンシロウ、先代伝承者である師龍拳は我ら4人を養子に迎え、北斗神拳を教え、最終的にお前を後継者に選んだ。そしてお前が後継者に選ばれたあの日から、ラオウの野望は動き出したのだろう。兄者、伝承者がケンシロウになっちまったというのに、兄者たちはなぜ何も言わん。やつは俺たちの弟、しかも一番下の未熟者なんだ。そんなやつに伝承者の座を奪われて腹立たしくは思わんのか。分かってるのか、兄者たちは。北斗神拳は一子相伝、伝承できるのはたった一人。俺は知ってるぞ、伝承者争いに敗れた人間が不幸の運命をたどることを。それでも黙ってるつもりか。ふぬけたか、兄者たちは。俺は認めねえ。弟に伝承者の座を奪われてたまるか。し、龍拳は伝承者を誤った。北斗神拳、もはやこれまで。
ラオウ、どこへ行く？天！それは天に立ち、権力の座に座るということか。この世に生を受けたからには、俺は全てをこの手に握る。全てを敵に回す気か、ラオウよ。無論、我が波動を阻むなら、たとえ神だろうと相手になろう。さらばだ、トキ。ラオウはあの日から神をも恐れぬ野望の男となったのだ。そして戦争が起こり、今や世界はラオウが望む時代になった。その後ラオウは剣王と名乗り、暴力をもって世界を牛耳る道を目指した。だがラオウにとって厄介なのが私たち兄弟の存在。北斗神拳を使える我々が出会うことで、ラオウは自らの力を超えてしまう可能性を恐れた。そこでラオウは私をカサンドラへ閉じ込めたのだ。もし私がお前とエデンに行ったという知らせをラオウが耳にすれば、すぐにでも全軍でエデンに侵攻するだろう。そうなれば町は壊滅、私もお前も殺されるだけだ。だからここに残るというのか。ああ、そうすれば少しは時間が稼げるはずだ。その間にお前がまだ得得していない奥義を教える。俺に奥義を？ラオウを超える力を手にするのだ。そして大切なものをお前の手で守れ。わかった。お前が伝承者となったあの日、いずれ私の剣も託そうと考えていたのだが。フフ。ずいぶん遠回りをしてしまった。トキ。無駄話だったな。さあケンシロウ、これよりお前に奥義を伝えよう。ああ。だがその前にケンシロウ、私とお前の剣の決定的な違いを知ってもらう。違い？そうだ。同じ北斗神拳でも、いわば私とお前の本質の違いが剣の質にも大きな違いを作り出している。性格、感情、生き方、つまり本質とはそのものの内面だ。それは北斗神拳に限らず、あらゆる流派で見られることだが。あとはいろいろ話すよりもすぐに剣を交えた方が早い。お前は一度見た剣を見切る能力を持っているからな。準備は良いな。ああ。行くぞケンシロウ。Huh!
それでも伝承者か。
時。気遣いは無用だ。それよりも私とお前の剣の違い。ああ、静かな剣だった。そうだ、私の剣はお前のように陶器で周囲を揺るがすような激しさはない。お前の剣はいわば激流、それに対抗する清水のような戦い方もあるのだ。清水。そしてラオウの剣もお前と同質、激流の剣だ。ラオウの剣も激流。激流同士がぶつかり合えば、その勢いの強さで勝負が決する。お前とラオウが戦えば、砕き削り合うような勝負となろう。そして今や剣王と名乗るあの男とまともにぶつかれば、お前が敗北する可能性は高い。だが激流をも飲み込む清水のごとき剣、私の剣であればラオウにも対抗できる。私の剣を伝承者であるお前が学ぶ、それこそがラオウが私とお前が出会うことを恐れた理由だ。そういうことか。そしてケンシロウ、北斗神拳伝承者に死は許されぬ。相打ちでさえもお前の敗北であると思え、お前は何があってもこの時代を見届けねばならん。分かったなら私の剣をも糧として生きるのだ。分かった。ケンシロウ。
二人とも。ジャク。何？ジャグレ。お前、ケンシロウか。俺は今までどうなっちまっていたんだ。ジャグレさん、あなたは凶王の剣に倒れ、ずっと意識を失っていたのです。そしてケンシロウさんがエデンの外まであなたをお連れして治療を。何？ケンシロウ、てめえが俺を？くそ、これじゃ衛兵隊長の流すたっちまう。まさかケンシロウなんかに枯れを作っちまうなってよ。もう体は平気か？え？なんでてめえにそんなこと報告しなきゃいけねえんだよ。その調子なら問題はないようですな。ではエデンに戻ろう。まあ、そのなんだ、ありがとうよケン。何か言ったか？なんでもねえ。さっさと行くぞケンシロウ。ではトキ、俺たちは行く。うん、ケンシロウ、またここに来るがいい。あの星の輝き、北斗七星は死を司る星。乱を呼ぶは北斗神拳伝承者の宿命か。よし。逃げられねえぞ。